アレクセイ・ミハイロビチは、モスクワ・ロシアのツァーリ。ミハイル・ロマノフの長男、母は、エブドキア・ストレシニョワ。その治世には、ツァーリ先生体制が確立されたほか、ステンカラー人の反乱、ポーランドとスウェーデンとの戦争、小儀式派の分離などが起こった。アレクセイは、ツァーリのミハイル・ロマノフとエブドキア・ストレシニョワの、息子として、 1629年3月29日に、モスクワで生まれた。1645年7月12日に、父ミハイルが亡くなると、当時16歳のアレクセンはツアーリに即位した。彼はボヤールで、西洋文化に、解明的なボリス・モロゾフの教育を受けた。モロゾフは平和外交を推進し、ポーランド・リトアニア共和国との和訳を締結したほか、オスマン帝国とも争いを避けた。 国内政策では、外国人商人の特権を削ろうとしたほか、役に立たなく資金がかかるだけ官庁を一つ廃止した。1648年1月17日、モロゾフは、アレクセイとイリア・ミロスラフスキーの娘マリア、ミロスラフスカヤを結婚させ、自らも10日後に、マリアの妹アンナと結婚した。モロゾフは、民衆から17世紀の腐敗したボヤールであると、みなされ、 魔術やウィッチクラフトの疑いもかけられた。1648年5月、モスクワの民衆は、塩一気でモロゾフに対して反乱。アレクセイはモロゾフをキリロベロゼルスキー修道院に追放することを余儀なくされた。4ヶ月後、モロゾフは秘密裏に、モスクワへ帰還、権力を一部脱回した。アレクセイの知性には、ロシアの国家、社会体制に、 大きな変質がもたらされた。貴族会議や全国会議の存在感が急速に薄れ、官僚の補佐を受けたツアーリが自ら先制政治を行うようになった。官庁が次々に増設された結果、官僚制による国政運営が可能になったため、アレクセイは旧来の大貴族層の影響力を骨抜きにする方向で政治を進めた。代わりにアルタモン。 マトベーエフやオルディンナ市長勤といった新構想の側近集団が政権を担った。また全国会議も1649年以後はほとんど開かれなくなった。全国会議は各地方の代表者である中小貴族層の発言機関であったが、彼らが中央政府の軍隊など各種機関に組み入れられていった結果、地域的な自治意識が急速に弱まったためと、 考えられる。治世初期には不育館で議系のボリスモロゾフを中心とした古問団が政治を担当したが、1648年の塩一揆で彼らが追放されて申請が始まった。1649年に開かれた全国会議において制定された会議法典は、都市民と農民は移動の自由を奪い、特にこの法典によって、濃度性は法的完成に至った。 大貴族や高位聖職者、修道院が免税特権を利用して商人を保護することも禁止されている。また、ロシア正教会はこの時に新しい領地の所有を大幅に制限され、政府による教会領の監督制度が定まって修道院長が設けられた。返教地域も中央の干渉を免れなくなり、六百六十年代後半からドンコサックや 逃亡農民を中心とした大規模なステンカラー人の乱が起きたことを契機に国家の統制が強まった。当初ステンカラー人の率いる集団はカスピ海北岸を荒らしたがモスクワ国家と敵対し始めて国内の南東部を勢力下に置いた。反乱は1671年になってコサック側のない部分列により消滅しコサックの自治的性格は弱められた。 経済改革も積極的に行われたが民衆の不満のために反乱が起きた。1648年には演税などの導入による税制改革に不満なモスクワ市民の放棄を招いてモロゾフラ顧問団が失脚した。1656年基準通貨を議員課からどうかに切り替えた際も政府要人の汚職を誘発したことでモスクワ市民は再び暴動を起こしている。 この時は銀貨への引き戻しに応じた一方、アレクセイは反乱者に対する過劣な鎮圧を軍隊に命じている。さらに徴税の効率化を狙って課税対象を高知から世帯に変更した。また、外国商人の招致による経済活性化も進められ、1652年に外国人居留地が首都郊外に設けられた。彼ら外国商人の経済活動には、 法的保障が与えられたが、ロシア商人や教会の反発を招く難点があった。1653年、モスクワ総主教イーコンは改革を実施し、ロシア正教会の監修をギリシャ正教会のそれと合わせようとした。例えば、十字を描くとき、2本の指ではなく3本の指で描くことを強制した。これは、 ロシアの教会で大反発を引き起こしたが、アレクセイは、ニーコンが1658年に、個人的な侮辱により離任するまで、彼を支持した。1666年、アレクセイは、モスクワ教会会議を開催した。会議は、ニーコンの改革の問題を解決しようとするものであり、アンティオキア総主教マカリー3世やアレクサンドリア、総主教パイシオス一世などが出席した。 教会会議では、ニーコンを正式に追放することが決定されたほか、教会の改革に反対したものをすべて破門に処することも定められた。これにより、ロシア正教会から分離した一派は、小儀式派と呼ばれた。1649年、イングランド王チャールズ・一世が、オリバー・クロムウェルを長とする議会派に処刑されると、アレクセイは激怒して、イングランドとの外交関係を断ち、 王道派の亡命者をモスクワで受け入れた。また国内からモスクワ会社などのイングランド商人をすべて追放、チャールズ一世の未亡人ヘンリエッタ・マリアに資金援助した。1651年、サファビー町とダゲスタンにおけるサファビー領の軍隊が寸者河川沿岸のロシア領の要塞を攻撃し、ロシアペルシャ戦争が勃発した。これはサファビー町が 北かフカースにおいて足場を固めようとしたたのが原因だったダゲスタンのワーリー、デルベントのハーンなどもサファビー軍に味方した。アレクセイははじめ、コサック軍を派遣しようとしたが、結局サファビー朝に死者を派遣して、平和交渉を行った。サファビー朝のアパース2世は、戦争が彼の同意なく始められたとして、平和に同意した。ポーランドが内戦に入り、 諸外国の侵略を受ける事態に陥ると反乱者であるウクライナコサックの主張フダン・フメリにつき糸を結んで1654年にポーランド領ウクライナ方面に侵攻した。モスクワ軍はミンスク、ビルのリボフなどを次々にお陥落させたがワルシャワに侵入した強国スウェーデンの脅威を恐れ1656年4月にポーランド側と急戦。翌5月からは スウェーデンと交戦状態に入った。モスクワ国家は、スウェーデン軍が、ポーランドの大反撃に苦戦する最中をついて、フィンランド、エストニア、ラトビアなど広大な領土の占領に成功した。しかし、ウクライナで、親ポーランド派が反旗を翻し、ポーランドも停戦を破棄してきたため、この危機に対応する必要からスウェーデンと1658年末に、休戦。 1661年のカディスコーワ条約では、占領中の全スウェーデン領の放棄を余儀なくされた。その後も、ポーランドとの戦闘は続き、1667年になって和平が成立した。モスクワ国家は結局、この戦争での占領地域の内ドにエプル川東岸地域を獲得しただけに終わった。この戦いの間、アレクセイ、もしくはその息子が、 ポーランド王位につくよう試みたが、成功しなかった。ウクライナを獲得したことは、オスマン帝国との退治を招き、1672年には、オスマン軍のウクライナ侵攻が始まったため、ポーランドの新王ヤン三世と共同して、これを迎え撃った。早くに、勝敗は決したもののオスマン側の攻撃は続き、停戦はアレクセイ没後になってからだった。長期の戦争は、 国家財政を圧迫し、近隣諸国との関係を急速に悪化させた一方、モスクワ国家が平地万国家を分断し、ポーランドの国葬地帯を奪ったことは、モスクワロシアの東欧における派遣を築く契機となった。また東欧における人文主義の中心都市の一つキエフを獲得したことは、ロシア人に西欧文化への関心を高めさせる契機となった。 さらに一時的に広大なバルト海沿岸地域を占領したことは、この地域へ進出する契機ともなった。花嫁コンテストでマリアを選ぶアレクセイ16歳で即位したアレクセイは、1648年に、不育館、モロゾフの妻の妹であったマリア・ミロスラフスカヤと、結婚、5男8女を設けた。ところが後継者として残った男子は三男、ヒョードル。 いつおいばンの二人のみで、いずれも病弱なため王朝存続には、不安が残った。マリアが六百六十九年に没すると、アレクセイは、重臣、マットベイエフの幼女であった、ナタリアナ・ナルイシキナと六百七十一年に、再婚し、一男二女を儲けた。六百七十二年五月にナタリアが健康な男子ピオトルを出産すると、戦災、マリアのミロスラフスキー家と、 5歳ナタリアのナルイシキン家は、それぞれの巫女を用して熾烈な派閥争いを開始した。アレクセイは1676年1月に奉御し、ツァーリの座は、ヒョードル三世に引き継がれた。アレクセイは短期で、怒りっぽい反面、思いやり深く信仰心が厚い人物でもあった。君主の地位は神により与えられるものと信じており、1649年に、イングランドで、 チャールズ一世が処刑されると怒りに駆られて共和国側のイングランド商人全員を国内から追放している。アレクセイはまた西ヨーロッパの学術や文化に強い関心を持ち、子供たちの家庭教師に人文主義者のシメオン・ポロツキーを宮廷寺にイングランド人サミュエル・コリンズを雇っていた。また軍事面でも外国人の専門家、特に軍事機関や技師を登用している。 鷹狩りを趣味としていたのは有名で三千羽の鷹を飼育させていた。マリア・ミロスラフスカヤとの間には以下の子女が生まれた。ナタリア・ナルイシキナとの間には以下の子女が生まれた。ありがとうございます。